どうも、ドラマです。どうも、夜作り番騎士のステッピです。決まった。いや、ギリ不合格。マミーとピルクル、味が一緒らしい。これで飲み比べしていきたいなと思うんですけど、まあだったら危機乳酸菌飲料ということで、ヤクルト、R1、ピルクル、アミール、マミー、コーラスウォーター。これ全部ステップチョイスなんだけど、なんでこれがいる？ヤクルト、ピルクル、マミーね、まあ R1 とここら辺は結構似たもん同士だと思うけど、マジかこれ、交換留学生か。これはもしかして味が一緒かもしれないけどね。まあ、ピルクルのジャケがさ、ヒカキンさんだったんだよ。一時期そうでしたよね。もうクビになっちゃったんだね。言い方だ。じゃあ僕目隠しするんで。あー、いらっしゃいました。続いての。続いての。あ。じゃあまずこの R1 から。はい。全然違う。全然違う。うん、ここが。え？お、なんかこれだったけどな。あれ？うんうんうん、さっき飲んだと思われる。おー、これは面白い。マミーでしょ。はい。それ論外だな。どこで迷ってます？マミーとピルクル味一緒って俺なんかね、リプライ来たんだよ。はい。全く別。え、全然違う。違う系なんですか？でもヤクルトとピルクルが全く一緒。マジで一緒なんだけど。マジで一緒だ。やばい、ヤクルトとピルクル全く味一緒。もう勘になる。じゃあヤクルトですか？正解でーす。あ、よかったよかった。ヤクルトです。はい、目隠し。うわ、目隠し、うん、こちらいきます。目を開けください。はい、じゃあ一回ちょっと。え、本当に一緒だ。え、すごい。あー、はい、割りました。はい、ヤクルトです。コーラスウォーターです。嘘。バカじゃないのお前。一緒なわけないじゃん。味全く違うじゃん。味が薄いカルピス。味が薄いカルピスヤクルト一緒なわけがない。コーラ、コーラ、コーラスウォーター。じゃあ、はい、口どうぞ。はい、こっから選んでください。うえー、すごい人だ。すごい人。なんか初対面ですか。お前乳酸菌のこと人だと思ってんのお前。うわ、どっちかなんですよね。ちなみにどっち？ R1 かコーラスウォーターです。ああ、コーラスウォーター正解。 R1 とコーラスウォーター全く違うから。飲むヨーグルト、これは言っちゃえば。読むのか。いやいや、読むだけじゃ効能ないんだわ。もういいや、本題に入ろう。ちゃんとヤクルトとピルクルがマジで一緒なんだ。うん、聞き、ピルクルやるわ。ではお口の方をお開けください。はい、失礼いたします。はい、お取りください。もうちょっとさ、はい、終わってから目開けさせて。めちゃくちゃ揺れてる。水面がめちゃくちゃ揺れてたもん。でもでもヤクルトだと思ってた。おお、本当にピルクルって感じたじゃん。ちょ、一回やってみ、マジで。これマジで分かんないから。自分が飲んだのはどっちでしょうか、はい、っていうことで。え、あ、びっくりした。いやいや、飲んでないんだから分かんないでしょ。よかった、うん、はい、じゃあ口開けてください。はいはい、はい、じゃあ目を開けください。え、いや、これ一緒じゃない？一緒だ。カルピス。あ、違う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 。バカなのか、お前。何を見てたんだ。ヤクルトです。え、ピルクル。みんなマジやってみてほしい。やったほうがいい。本当にむずいよ。一緒だもんだって。ちょ混ぜてみようか。ピルクルにヤクルト混ぜるよ。味が変わらん。全く変わんないですね。マジで変わんない。これ舌超えてる人でも分かんないですね、うん、逆にこうなってる。ヤクルトの方がちょっと酸っぱみがある、なんか酸味があるかもしれない。え、でも混ぜましたよ。あ、そっか、混ぜた。バカすぎてずっとおじいちゃんみたいな。何言ってんだろこの人だったら。お前に言われるのが一番ムカつくわ。同じ。チャンネル登録よろしく。